Hey you, hey you, hey you, hey you。ヤマ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 。はい、フードヤマトです。まだちょっと、挨拶を模索中です。そこのところ許してください。ブン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 。ハローハローハロー。ユーユーユーチュ。これあかんな。はい、そんな感じで、今日もお送りしたいんですけど、今日はですね、お兄ちゃんの津川龍総座長が、ゲストで来てくれました。まあ盛り上がったね。はい、アゼッチョっていう曲を踊ってるんですけど、まあお客さんが一人のお客さんなんかさ、もう倒れ込んでたな。で、送り出しの時にめっちゃ目立って倒れてましたねっつったら、私いつから転げ落ちるぐらいなんです、今日は控えてる方なんですって、どんなっていうぐらいね。でもなんか分かったような気がするような、せえへんような感じですね。やっぱり総座長降臨って感じでしたね。はい、そんな感じで、今日は楽しい公演でしたね。はい、今日はですね、普段今仲良くさせてもらってます天翔さんが来てくれてですね、切断のマジックをやってくれるということで、動画に収めさせていただいたんです。で、まあ、助手として、サポートに入ってくれたのが、ほうが桜子ちゃん。まあ、この動画のタイトルにもなってますけど、桜子ちゃんが切断されたって。ほんまに切断されてますから。ちょっとえぐいで。うん。ちょっとそれを見ていこうかなと思います。よろしくお願い申し上げます。どうぞ！
すごいですね。ありがとうございます。店長さんの本業も生で初めて見ました。そういえばそうですね。そうですよ。そうなんですよ。イリュージョンニスト、はい、店長さんです。店長でございます。毎度おなじみでございます。今日頑張りましたのが桜子ちゃんです。はい、ありがとうございます。どうやった？緊張した？めっちゃ緊張しました。舞台より緊張した。そうなんですよ。もうドキドキしながらやってて。いやでもこれってまあ種はマジックやから種はあるんやろうけど、はい、すごいですね。あの桜子が消えた後ろになんかあるんかなと思ったけど、はいはいはい、やっぱ種はなかなかさ、ね、教えてもらわれへんやん。はいですね。いや後ろを見てこう触ってもそんな距離ないから、うん、後ろに隠れたんとか思ったりとかして、はいはいはい、まあ、なんぞ種もあんねんけど、やっぱマジック見てたら種探したくなるやん。どうやってなの？あ、わかります。わかります。その格好、その感じ、すごいっすよね。種探したくなるのはマジシャンへの第一歩ですからね。あ、そうですか。もうそっからですから。ちょっと、途中まで、はい、さっきの答えが入ってみて、やってみましょうか、はい、ちょっと、ね、解説はできないですけど、一回じゃあ、入ってみて、はい、あの刀っていうと、この刃物を僕でも刺せるんですか？刺せますね。ちょっと一回やってみましょうか。え、じゃあちょっと座長にお願いしようかな。え、大丈夫な？ほんまにお腹刺したらごめんな。え、ちょっと怖い。しっかり閉じ込めて。大丈夫ですか？いきます。さあ、硬いですよっていうやつ。もういや本当に触ってください。硬いです。マジでやばいです。マジで硬いです。じゃこのまま座長、刃を持っていただいて。わかります？この切れてる感覚。ちょっと待ってください。じゃあ僕グサって感覚。おー、いいでしょ。なんか何とも言えない感覚でしょ。おー、おー、ちょっと待って、一回抜いていいですか？どうぞどうぞ。僕は自分が位置から刺すとこからやってもいいですか？どうぞどうぞ。お、ここでちょっとね、はあ、感覚あるでしょ。あります。うわわわわわ、痛い？キャー！おい、刺さった。貫通してる。もう一個行きましょうか。もう一個行く？もう一個行きましょう。もう一個、もう一個、僕もまた刺していいですか？もう一個行きましょう。もう一個行きましょう。はい、じゃあ行きます。刺してますね。ここで感覚あるでしょ。あります、あります。ちょっと細い刺しなんで。うわわわ、あー痛っ。あー、今の痛い刺し方やわこれ。で、あのずらしてないですよ、ちょっと。あ、はい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 。そこちょっとやってもらっていいですか？うん、ここずらすの。じゃあせっかくなんで、あっちからグググイと押していただいて。あ、いいですか？押せます？どうぞどうぞどうぞ。真ん中を、そうですそうです、真ん中の段をそのまま、そう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 です。同じ力で押す。どこまで、どこまで、ここで。お、すごい。このままもっとグッと、グッと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 、うわぁ、さくらこどこ行った？お前さくらこどこ行ったんや。すごいすごいすごいですね。いやでも、はい、ちょっとトークしましょうか。ぜひぜひ。いやでも本当、あのちょっとここ見えますかね。はい、あ、いやすごかったっす。ありがとうございます。マジでかっこよく見えましたよ。見えましたっていうのもあれですけど、やっぱプロの顔してますね。やった。汗めっちゃ。そうなんですよ。舞台はエアコン切れてんすよ、この時間。ああ。ですか。いやでもスケスケ、ね、今回ね、先に店長さんから紹介してもらった、はい、トキさんっていう方に、はい、もう速攻で舞台出てもらったんですけど、うん、まあ、和歌山でしたしね。そうなんです。うん、で店長さん焼き餅焼いたらあかんなとか思ってたんやけど、店長さんは誕生日公演の時に、はい、あの出てもらおうかなと思ってるんです。で7月14日。堺駅前店で誕生日公演を行いますんで、はい、どうぞその時はね店長さん来ていただきまして、イリュージョンと僕の踊りと混ぜたやつと、そしてですねお昼はですね、昼が小芝居小みたいな感じですけど、夜は全くガラッと変わって、一部は、歌謡ライブ、バンドの人を呼ん でドラム、ギター、ベース、キーボード、これ読んで 1時間ぐらい僕歌謡ショーするんですよ。すごい。はあ、でちゃちゃと桜子があのバンドに合わせて踊ったりとか、そんな感じで歌が僕、ね、まあかなりやって、うん、でその後のショーにひょっとしたらあのそうです、ね、イリュージョンでやるか、はい、それ今ちょっと検討中なんですけど、うんうんうん、その折にはどうぞよろしくお願いします。こちらこそです。はあ、お願いします。すいません。ぜひ来てください。そうですね。うん、それではですね、話してもらっていいでしょうか。また気を入れてください。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。いや本当に今日ありがとうございます。店長さん。
行かないでください。ちょっと待ってください。これちょっと体戻してもらっていいですか。あの、嘘やん。このままかよ。電気消してよ。え、ちょっと待って、ここにいますから。ちょっと、え、待って、消さないで。いやお疲れさまお疲れさまお疲れさま電商さん社長ちょっと、コンビニ行く前に助けてください。どうしたらいいんですかてな感じの動画でした。さくらこちゃんのあの顔よかったでしょ。置いていかれた時の顔。はい、このチャンネル、この動画がですね良かったと思った人はですね高評価よろしくお願いします。それよりもチャンネル登録どうかよろしくお願い申し上げます。チャンネル登録どうかよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、これからもどんどんいろんな動画を、上げていきたいと思います。それじゃあ皆さんまた明日。